なんでもっと早く使わなかったんだろう。皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのチェ日高です。今日の動画はこちら。はい、今年もやってきましたね。こちらはですね、2021年アットコスメ的ベストコスメアワードの各部門ベスト3以内に選ばれた商品たちです。今日はこちらの商品たちをレビューしながらこちらのルック仕上げてみました。本当はね、全部1位で仕上げようかなっていう風に思ったんだけど、まあもう自分でこの商品はいいよねっていう風に納得してるものとかは改めてレビューする必要はないかなと思ったので、使ったことある部門に関しては2位とか3位の商品を代用してこのルック仕上げてみています。私のレビューが気になる方はぜひぜひこのままご覧ください。どうぞ。はい、それでは始めていきます。では、日焼け止めからいこうかなと思います。なんかわかんないけど毎年日焼け止めはすっ飛ばしてたなと思ったので、ちょっと今回は使っていこうと思います。で、トップ3を見てみると、1位が&B、2位がニベア、3位がアネッサっていう風になってるんだけど、私この&Bは使ったことがあるし、実際に使っていていいっていうのは分かっているので、この中で使ったことがないのがこのね、ニベアの UV ディーププロテクト&ケアジェルっていうものだったので、こちらをね購入してみました。では使っていきます。結構大きいボトルなんだよね。そうで、日焼け止めジェルで汗水に強い、全身にたっぷり使えるっていうものですね。あ、でも石鹸で落とせるんだ。へえ。 SPF50 プラスの PA4 プラス、強力紫外線をしっかりブロック。いいですね。予防美容ケアもできるんだね。日焼けによるシミ予防ができる。おー、なんかもう最近は日焼け止めってさ、日焼け止めをしっかりするっていうのも当たり前だし、プラスアルファなんだろう、美白だったりとか美容成分がふんだんに含まれているっていうものが多いなっていう風に思います。特にカラカラとか言わないね。で出してみると、お、なんかちょっと黄色っぽいジェルだね。つけてきます。どれぐらいつければいいんだろう。適量を手に取り、適量とはっていう感じなんだけど、おそらくこれなのかな、ここの、日焼け止めって思ったより多めに塗らなきゃいけないんだよね。だからといって多めに塗りすぎるとなじまなくて化粧崩れしちゃったりするから難しいんだけどさ、なんか塗り直しが大事ってやつね。おお、すごいスーッとすごいね、スーッと肌に浸透する。これ日焼け止めっていう感じ。潤い感が、すごいすごい。香りもほのかにいい香りだね。いいですね。いい意味でブライトアップ感も特にないし、本当にね、なんていうの、シースルー、透明なんだよね。すごいね。乾燥による小じわを目立たなくする。嬉しい。早速いい感じですよ。まずはニベアつけてみたよ。いいと思う。そしたら化粧下地いきたいと思います。化粧下地トップ3、まず1位はラロッシュポゼのトーンアップローズだね。で、2位が強いね、ポルジョのプロテクティングファンデーションプライマーだね。これもいいよね、ドラジェね。で、3位がラロッシュポゼ、強いね、ラロッシュポゼのこちらは普通のトーンアップっていうバージョンだね。なるほど。ということで、今回はこの3つ全て使ったことがあるので、1位のトーンアップローズ、こちらをね使っていこうと思います。なんかメイクの現場でお会いする若いモデルさんは大概ラロッシュポゼのこれ使ってるねみんな肌が綺麗っていうのもあるんだろうと思うんだけど、やっぱり簡単にこの最低限のカバー力とトーンアップときちんと感っていうか程よい化粧感っていうのが出せるのがとっても好まれる理由なんじゃないでしょうか。私もこのラロッシュポゼ何本か使ってるんだけど、悪くないんだけど、使わなくなった理由がこれ単体で使うんだったら全く問題ないと思うんだけど、この上にリキッドのねファンデーションを重ねた時に顔にねもろっとすることがあったりとか、この下に使うスキンケアと合わないとちょっとねもろっとしたりすることがあって、ちょっとね使わなくなってしまったんだけど、その率が多いなと思って、で使わなくなっちゃったんだけど、でも素肌感とトーンアップ感がとっても綺麗な商品だと思います。敏感肌にも使えるっていうのと、こっちもね SPF50 プラスの PA4 プラス入ってるから、日焼け止めをつけなくてもちょっとね安心できるっていうのが人気の理由なんじゃないかなと思います。そういうこと、まだね使ったことないよっていう方は、私もこのねトーンアップローズの方をおすすめします。はい、それではファンデーション部門です。ファンデーションもね、どのファンデーション行こうかちょっと迷ったんだけど、今回もクッションファンデーションがね気になってるので、ちょっとねこっちから行きたいと思います。でトップ3を見てみると、1位がローラ・メルシエのフローレスルミエールラディアンスパーフェクティングクッション、長い。そして2位がイヴ・サンローランのアンクルドポールクッション N っていうもの、このねパッケージかっこよくて私も気になってたんだけど、まだね購入してないです。で、3位がナースのピュアラディアントプロテクションアクアティックグロークッションファンデーション、長い。こちらがねランクインしておりました。私は今回この1位のローラ・メルシエのクッションファンデーション使ったことがなかったので、今回ね購入してきましたよ。では早速使っていきます。ちなみに私は 1N1 っていうカラーを購入してみました。合うといいなと思って、でまだこのクッションファンデーション気に入るかわからないので、外パッケージは買ってません。中身だけを購入しましたよ。はい、では早速つけていきます。おお結構つくね。ここの蓋で調節できるようになってるっぽい。このちょっとねボコボコの蓋になってるね。つけていきます。なんでもっと早く使わなかったんだろう。めちゃくちゃツヤ感綺麗だね。はい、半眼つけてみるとこんな感じです。つけてない方、つけた方。1N1 っていうカラー私に良さそうだね。そんなにこう白浮きもしないし、でもいい感じにこうブライトアップはしつつ、綺麗に自然にカバーできてるなって思います。綺麗。綺麗。ちゃんとねカバーしたいとこカバーできるんだけど、厚ぼったさは全くなくて、綺麗なねツヤ感がむちゃくちゃ綺麗なファンデーションです。毛穴も綺麗。おや、ちょっとこれ夏使ってみたかったな。ずっとさ人気だったじゃない。でも私がね欲しいカラーがずっとなかったりとかして、こうタイミング合わずにずっと購入には至らなかったんだよね。夏ちょっとこれ体験したかった。これ夏使ってたよっていう方、崩れにくかったNARSのクッションファンデと比べた方いるかな。違いを知っている方レポートしてほしい。これでさ崩れなかったら最高だよね。カバー力と透明感のいい塩梅を取ってくれるファンデーションなので、全く厚塗りっぽい感じにならなくて、しかも至る所にこうやって特に考えずにつけても立体感が生まれるようなファンデーション、クッションファンデーションにはすごく珍しい気がする。私が使い切れてないのかな、わかんないんだけど、とにかくいいよ。おお、これはね納得ですね。納得。いい感じ。はい、です。そしたらパウダーでセットしていきます。パウダーのベスト3を見てみると、1位がナーズのリフコ、2位がエレガンスのオートニュアンス、3位が、キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーということで、もう3つともいいやつだよね。本当にデパコス代表、ドラコス代表みたいな感じで、本当にこれは納得だと思います。で、今回はどれも使ったことがあるので、1位のライトリフレクティングセッティングパウダープレスト N、 ナーズのリフコを使っていきたいと思います。私もさ、これ今年の1月だよね。今年の1月に購入したんだけど、まあなくならないよね。とってもいい意味で薄付き、なんか取れたんだか取れてないんだかみたいな感じで、でもちゃんと取れてる、確実に取れていて、つけすぎをね防止してくれる効果なんだと私は思っています。すごく固くプレスされたパウダーで、それが逆にとってもね良い効果を発揮してくれますね。ツヤ感と素肌感演出したい方、そして崩れにくいっていう若い子にもいいと思うし、年齢肌にもとってもね嬉しい要素を抑えてくれているパウダーでございます。納得の受賞だよね。ナーズおめでとうございます。あ、コンシーラー忘れてたパウダーでセットしちゃった。コンシーラーのベスト3は、1位はディオールの、フォーエバースキンコレクトコンシーラー。これもね、納得ですね。2位は&Bのファンシーラー。これはね、オレンジのカラーが絶妙で、いろんなこう、あらが隠せるってやつだよね。で、3位は、これも嬉しい入賞ですね。コスメデコルテのトーンパーフェクティングパレット。この4色も神4色だと思います。私はこの3つとも全部使ったことがあるので、今日は1位のディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー。これをちょっとね、上に重ねていこうかなと思います。ほんのちょっと。本当はね、パウダーの前にするのがいいんだけど、そんなに厚いパウダーじゃないので、これは大丈夫です。このコンシーラーもね、文句なしの受賞だと思いますよ。とってもカバー力にも優れているし、でもね、なんだろう、自由自在に動かせるコンシーラーって言ったらいいかな。すごくフレキシブルです。でもセットするとピタッとしてくれて、こう取れてくる、フェードアウトしてくるスピードも遅いと思う。結構長い時間ピタッとしてくれてるなーっていう風に思うかな。なのでこういうクマとかにも使えるし、こういう柔らかめのリキッドなんだけどニキビとかにも結構使える感じだね。なのでそういう意味ではすごくね万能なコンシーラーなので、1位に選ばれたんじゃないかなと思います。いいと思う。あ、そうそうそう、乾燥もしないしね。はい、じゃあそしたら次は、アイブロウやっていこうかな。アイブロウは、今回はですね、1位がデジャビュのアイブロウカラー。これ強いね。そして2位がセザンヌ。こちらも強いですね。超細身アイブロウ。そして3位がフーミーのアイブロウパウダーの、これ使ったことなかった。人気色がね、N のブライトブラウンっていう、このね、3色セットなんだけど、こちらなの。なんかちょっと私これ発売されてたの知らなかったんだよね。もう一つ人気のちょっとモーブブラウンっぽいパレットあるじゃない。あれも大好きなんだけど、これはちょっと可愛いんじゃないかなと思って購入してみました。今回はこちら使っていきます。すごい可愛くない?ちょっと今回は全体をねピンクっぽい印象にしたいので、まずはこの真ん中のピンクブラウンかなを取って、眉のね中央からまず眉全体になじませてきます。あ、結構ねしっかりしたピンクブラウン。結構最近さカラー眉のパウダー流行ってるからこう使ってきてるんだけど、なんだろう、明度というか、結構ビビッドにカラフルなもの多いなっていう風に思ったんだけど、これはいい意味でピンクの鮮やかさみたいなのが抑えられていて、ちゃんとねブラウンなんだよね。なのでいろんな人が使いやすいんじゃないかなっていうカラーだね。ちょっとこっちの色で左側描いていこうか。これまた綺麗な色ですね。使いやすい。眉毛はよく2色で立体感をっていう風に言うんだけど、なんか単色使いでも全然可愛いんじゃないかっていう風に思うような絶妙なカラーのパウダー可愛い。じゃあちょっと両方ともね、ちょっとこのピンクとかブラウンを足したりしてバランスを整えていきます。最後にこの濃いめのカラーを眉尻に足して、あー綺麗。なるほど、これはランクインするよ。みんな好きだよ。かわいい。はい、それではお待ちかね、アイシャドウ部門行こうと思います。アイシャドウ部門からはちょっとね、このパレットの部門を選んでみました。ベスト3、1位がディオールのサンククルールクチュール。こちらもね、人気だよね。大人気。納得です。はい。それから2位がキャンメイクのシルキースフレアアイズ。これもね、ドラコスのアイシャドウパレットのもうね、女王的な位置なんじゃないでしょうか。それから3位がトムフォードビューティーのアイカラークオード。ということで、ちょっとね、迷ったんだけど、ディオールのサンククルールクチュールは使ったことがあるし、このね、ニッツァっていうカラーは残念ながら使ったことがないんだけど、なんとなく店頭でスウォッチしたりとかして、テクスチャーにそんなに劇的な変化とかっていうのは他のものと感じたことがなかったので、今回はこの3位のトム・フォードのアイカラークオードのインソレントローズっていうものを購入してきてみました。で、選んだポイントっていうのが、トム・フォードのアイシャドウ私使ったことあるんだけど、このねマットが入ってるバージョンは初めてなんだよね。なのでちょっと気になっていたので、このインソレントローズ使っていきたいと思います。とてつもなく綺麗です。なんかみんな大好きみたいな感じのピンクじゃない？でもちょっと落ち着いた大人ピンクっていう感じ。ではまずこのマットなピンクのカラーを筆に取ってアイホール全体に入れていきます。わー、綺麗なピンク。めちゃくちゃ綺麗なカラー。なんか私がいつも通常を好むカラーよりもちょっとね、青みピンクではないんだよね。ニュートラルな感じなんだけど、黄みが少なめって言ったらいいかな。なんだけどね、めちゃくちゃ綺麗なカラーだよ。すごくね上品で、でもちょっと色っぽさも出るような目元に仕上がると思います。重ねれば重ねるほどちょっとねサイドが増していって綺麗ですね。単色だけでもグラデーションができる感じ、わかるかなね。ちょっとじゃあ下まぶたにもつけていこうかな。下まぶたにつけるときはこの付属のチップが塗りやすい。絶妙な形してる。あー、いいねいいね、すごいかわいい。じゃあちょっとこのダークな紫ピンクみたいなカラーだよねをこの二重幅、目尻寄りの二重幅に入れていきます。アイラインを入れた後にちょっと調節したいので、今はちょっと様子を見る程度にしようかな。そしたらこれどんな発色するんだろうね、気になる。ラメを中央に、お、結構シルバー。わー、ウェディング、結婚式カラーじゃない？ちょっとこれかわいい花嫁さんが可愛く見えそうなパレット。すごいね、愛らしい可愛いルックになるね。じゃあ、全部完成する前にアイライナー見ていこう。アイライナーがね、トップ3が、1位がキャンメイクのクリーミータッチライナー。これも強いね。そして2位がラブライナー、リキッドアイライナー。これも強いよ。もうずっと入ってるんじゃないか。そして3位がウズのアイオープニングライナーですね。で、3つとも実は使ったことあるんだけど、ウズのブラウンブラックは私使ったことなかったなと思ったので、今回はこの3位のウズアイオープニングライナーのブラウンブラック、こちらを使っていきたいと思います。うずはさ、本当にパッケージかっこいいよね。リニューアルしてからのパッケージとプレゼンテーションめちゃくちゃかっこいい。ブラシ、この長い感じも私はね好きですね。うわー綺麗。なんだろう、これめちゃめちゃ描きやすく感じる。うずのライナーは使ってきたことあるんだけど、なんか特別これ使いやすく感じるな。さっき開けたばっかりなんだけどさ、たまにあるよね、輸送のプロセスの影響なのかなんかわかんないけど、出づらい時と最初からめちゃめちゃ描きやすいっていう時と、はたまたなんか液漏れしちゃってる時とか。今日はアイシャドウの色味がとっても可愛い感じなので、下げ目のアイラインにしていこうと思います。いいわ、このブラックブラウンもとってもいいから使いやすいね。うずの受賞はね、納得です。じゃあね、さっきのアイシャドウパレットのこのダークなカラーに戻って、今引いたこのアイラインくっきりしたままが好きな方はそのままでいいと思うんだけど、私はね若干ぼかしたいなと思うので、この上をちょっとねなぞる感じでぼかしてきます。でついでにこの目尻3分の1ぐらいにもダークなカラーを入れていきます。かわいい、花嫁シャドウじゃんこれ。かわいいね。このマットのホワイトをここのねインナーコーナーと、あ、ちょっとなんだろう、ピンクに発色する。へえ、あ、これハイライターマットじゃないんだ。お、あ、でもかわいい。あ、かわいいね。ここに入れるとめちゃくちゃかわいいよ。はい、そしたら次はねマスカラいこうと思います。マスカラトップ3、1位はヒロインメイクのロング&カールマスカラアドバンストフィルム、2位がキャンメイクのクイックラッシュカラーのセパレート、これもね人気だよね。クリアがランクインしてるんだ。へえ。3位はヒロインメイクのロングアップマスカラスーパーウォータープルーフ、これもね人気だよね。でちょっとこの3位を見返した時に、私この1位のヒロインメイクのロング&カールマスカラアドバンストフィルム、ブラウンっていうカラーは使ったことがないので、今日はねこのブラウンを使っていこうと思います。結構ブラウンファッサーってなりますね。綺麗綺麗。ちゃんと伸びるんだけどセパレートもしてくれるし、ダマにならず、しかもちゃんとカールアップ効果もあって、不動の人気っていうのはわかるよね。なんか永遠に伸びるんだけどすごいね。おお、こんなに伸びたっけ、すごいんだけど。めっちゃ伸びる。いや、肌が本当に綺麗に見える。ローラ・メルシエめっちゃいい。それではチーク部門いきたいと思います。トップ3、1位は強いね、ローラ・メルシエのブラッシュカラーインフュージョンのチャイ、これずっとランクインしてるよね。2位も長いね、ナーズのブラッシュのミニサイズだって。これオーガズムだよね。ミニサイズが売れてるんだ。そして3位はクリニークのチークポップのパンジーポップ、これも人気だよね。このちょっと紫感があるやつ、これはね3つとももういいっていう風に知ってるので、1位のローラ・メルシエのブラッシュカラーインフュージョンのチャイ、はい、こちら使っていこうと思います。私はこのねチャイっていうカラーも好きなんだけど、個人的にはジンジャーっていうカラーも好きで、2つともね愛用品ですね。今日のアイルックにはちょうどこのチャイの若干ピンクみローズみっていうのが合うんじゃないかなと思います。ジンジャーはちょっとねオレンジというか黄身が入っているからニュートラルに使えるのがチャイなのかもしれないよね。だから人気なんだね、きっとね。あー、かわいい。今日のルックにもぴったりだよね。ハイライトいきます。ハイライトトップ3、1位はマックミネラライズスキンフィニッシュのライトスカペード、これも長いよね。2位はクレド・ポーボーテのレオスール・デクラの14番、こちらもねずっと人気だね。あ、もう1個16番だっけ、なんか違うカラーが近年ランクインしてなかったっけ。今回はこの14番なんだね。で3位がボビー・ブラウンのハイライティングパウダーのピンクグローという風になってました。で私はこのボビー・ブラウンのハイライティングパウダーのピンクグロー使ったことがなかったので、使っていこうと思います。なんかさ、ボビーのハイライターといえば私なんだっけ、ブリックタイプの昔流行ったやつ、あれ以来使ったことがなくて、ちょっと今回ねワクワクしています。あれでツヤンツヤンのね表面なんだけど、結構ね硬い感じなんだよね。これって私にとっては良いことで、取れすぎ防止になるので、なんか一気にギランみたいな感じになりにくいのかなっていう風に勝手に今思っています。つけます。泣きそうなぐらい綺麗なんですけど、綺麗。納得ですね。大納得だ。綺麗なんだこの透明感、水感、さ、水のようなガラスのようなツヤ感を生み出すので1位だなっていうふうに思ってたのが、このシャネルのさ、ボームエンサンシエルトランスパランフェイスカラーってやつ、これだったんだけど、私が思うこの子のねちょっと困ったところっていうのが、日常使いしにくいな、ちょっとね崩れたりとか、なんか撮影とかにはめちゃくちゃ綺麗なんだけど、実生活ではちょっとだけ使いにくいなっていうふうに思ってたんだけど、やっぱりこのパウダーでこの透明感出してくれるといいよね。納得です。はい、そしたら最後かな、最後だよね。リップのベスト3です。私はねリキッドルージュっていう方を選んでみました。でトップ31位がジューシングラスティングティントロム&ですね。ロム&これ大人気でした。確かにいいんだよね。そして2位がセザンヌのウォータリーティントリップ、これもね私大好き、全色持ってます。03番が1位なんだ。わかる、激しく同意です。そして3位がイヴ・サンローランのルージュピュールクチュールベルニーウォーターステイン、こちらでございます。この YSL のピュールクチュールベルニー、これ自体私使ったことがなかったので、今日はこの3位の人気色がナンバー617のダイブ・イン・ザ・ヌード、こちら使っていきたいと思います。お、あらいいカラー。香りは YSL 独特の匂いがしますね。薄づきでかわいい仕上がり。あ、面白い。は、仕上がりはこんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。どうでしたか？皆さんのベスコスと比べてみて、何か自分の好きなものをランクインしてたりしたかな？なんか毎年ねみんな楽しみにしてると思うんだけど、なんかこうやってね比較するのもね楽しいよね。で一通り使ってみて思ったのが、今年は全てにおいて納得した、今までにないぐらいね納得の受賞だなっていうふうに思います。ベースもそうだし、ポイントメイクもそうだし、全部使ってみて可愛いし本当に納得、なんかこれはみんな好きだよなっていうふうに思うし、自分もね毎日使いたいなっていうふうに思うような、アイテムが揃ってるんじゃないかなと思います。なので毎年ね、ベスコスが発表されてからその情報を参考にコスメ買い替えてるとか買い揃えてるっていう方結構多いんじゃないかなっていうふうに思うので、今回のはね、本当に信用していいと思うよ。毎年信用していいんだと思うんだけど、今回のは特にすごく私も推せる商品ばっかりなので、みんなも購入して後悔しにくいんじゃないかなと思う。すごくね、楽しめるコスメばっかりだと思います。はい。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。今日の動画も何か皆さんの参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。